Olá, pessoal! バハです。今日はっていうか、新しいシーズンがやってきてます。スノーラビットが今年のご挨拶したいようです。でね、かわいらしい今回のシーズンパスは、おうさぎがテーマです。まあ、新年っていうか、今年の干支がうさぎだからかな早速着替えていきましょう。この歯が出てる顔がかわいい。何このキラキラな目ヒロインになった気分になれる。すごい可愛いですね。衣装は帽子と髪の毛と顔と服と靴がセットになってます。セットっていうか、まあバラバラなんだけど可愛らしいで、耳は帽子の方についてる。これは民族衣装になるのかな。いろんな顔でこの衣装を着てみましょう。ババラが持ってる顔だけで試してみるよ。こんな感じ。みんなそれぞれ自分の顔がこの服に合うかどうか、髪の毛に合うかどうか、これ一瞬だけどわかるかなはーい。ちなみにこの髪の毛は色を変えることができました。続いては家具アイテム。このテーブル、足のところがポイントになってます。足がイーってなっててかわいい。で、このうさぎはランプになってる。おー、ちっちゃく火が出てますね。なんだろう、これは餅なのかな。餅にろうそくが立ってるような感じな気がする。どうどうどう、きれい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 。はい、でっかいうさぎちゃんがついてきます。で、続いてのやつは珍しい、こういうアイテムが出るとは。なんて、こういうの屏風って言うんだっけ、なんだっけ、パーテーションだっけ、ちょっと名前忘れちゃった。はい、こんな感じ。後ろにもね、ちゃんとうさぎちゃんの表情がついてきます。どっち側を見てもうさぎの顔があります。はい、続いてはこれ。ベッドかと思いきや、座るところだね。多分、韓国の昔の人が座ってた椅子みたいなもんだと思う。多分韓国、中国、ちょっとわかんない。どっちか。ごめんね。どこの国かちょっとわかんないけど、こういう椅子があったと思います。はい。かわいいね。ピンク色。うさぎっぽい。続いてはみんな大好き、クマちゃん。クマちゃんはね、うさぎの格好してるかなと思ったら、ババラたちとね、同じ服装だけど、クマちゃんのままで、隣にはね、かわいらしいうさぎがついてきます。そして頭の後ろ、花火がある花火が上がってるの面白すぎる最後に乗り物のね、速さはなんと 1.75。 遅すぎる。これはやばい。かわいい。うさぎの大きい乗り物です。かわいい。あ、進むとポンポン跳ねながら進むうさぎ、もうリアルうさぎでかわいすぎる。お家の中にも飾りたいんだけど、すっごいかわいいです。あ、飛ぶと目がうんってなるのもすごいかわいいね。このうさぎめっちゃかわいい。てか飛ぶね。すごい飛ぶんで、ちょっとどれだけ飛ぶか高さ比較してみましょう。この信号機で測ってみよっか。とりあえずここだね。この四角の上で飛んでみよう。だいたいこんな感じ。やっぱすごい飛ぶと思うんだけど、こんな感じで、でこれはホッピングの方が一応飛びますね。だが、しかし、もう一つね、飛ぶアイテムがあるんだよ。みんな覚えてる？ガチャガチャ。ガチャガチャで出るね。ユニコーンをどう比較してみようか。ユニコーンよりウサギの方が飛ぶね。ユニコーンはちょい低いぐらい、ウサギより。こんな感じです。飛ぶ高さはウサギの方が高い。あー、そして目が可愛いね。動物が好きな人にはたまらないシーズンになってます。あと、髪の毛がいいね。髪の毛好き。では皆さん、ご視聴ありがとうございました。今回のシーズンパス、うさぎがテーマでとても可愛らしいです。あとね、民族衣装も可愛い。またの機会があったらよろしくお願いします。チャオ、ビーシュ。バイバイ。日曜、まるで蜃気楼、同じベクトルは些細なすれ違いで絶望。